でもお金がないんだ。ほらパンツ脱げよ。脱がない。いいから。でも食事中。ちょっとごめんね。あ、これから大切な報告をしようと思って。ワクワクする。二人で考えた結果、結婚します。やったやった。素晴らしい報告だな。お相手は誰かな。メアリーと。そこの。ああ、そういうことか。他の女性だったら確かに大変だ。よかったわ。ああ、それで申し訳ないけど結婚式を急ぎたいんだ。赤ちゃんが生まれるもんだから。おめでとう。妊娠してるの。父親は誰。ああ、ティムだと思います。ああ、そういうことか。他の男だったら大変だ。ねえ、今夜決めないと。何を。何もかも。だってあなたが決めたのって、私がバージンロードを歩く時の曲だけじゃないの。イタリアのシンガーが歌ってる限りなき世界とかって曲よ。あれは最高だ。私嫌だって言ったよね。じゃあこうしましょう。あなたが何か決めたら、私は一枚ずつ服を脱いでく。いいよ、その提案に乗った。お嬢さん、それじゃまず結婚式はどこで。地元。他の場所はダメ。オッケー。参ったな。よかった。それじゃ神父さんは。黄色い歯で眉毛のつながった男に頼むよ。オッケー。ハリーポッターのハグリッドね。じゃあ付き添いは。それか。付き添い役。ああ、それは難しいな。誰もいないだろう。誰を選んだとしてもムカつくのは明らかだ。まともなスピーチできるやつなんていないよ。私のマシュマロ見たくないの。もちろん見たい。ジェイだ。だと思った。親友だけどアホだからな。きっと式がめちゃくちゃになる。ローリー。本気。いや、ハリーだ。そうだね、ハリーがいいかも。あ、ローリーだ、やっぱり。それってずるくない。あ、それじゃあ次ハネムーンは。スコットランドのプチホテル。行き先がそんなとこじゃパンツは脱げない。でもお金がないんだ。ほらパンツ脱げよ。脱がない。いいから早くパンツ脱げったら。バリ島に2週間なら。早く脱げって。お前の方が緊張してるだろう。うん、休憩したら。いや、ノそうだろう。